日本徳島県鳴門市大麻町、大谷大麻町大谷は、徳島県鳴門市の大技。2011年12月31日現在、の人口は1642人、世帯数は643世帯。郵便番号は、郵便番号779-0302、鳴門市の中央部に位置する。東は、大麻町、姫田、大津町代々、南は、 大麻町牛屋島及び大麻町、松村、西は、大麻町池谷及び大麻町、坂東、北は、佐抜山脈役、天元山をもって北灘町区式に接する。下半は、山地、中央大谷川が南流し、南部は、道川の洗浄地である。旧堀江町の中心集落があり、商店街を形成しているが、周りは、農業地域、また、 北部の山間部には梨を、おもとした、果樹栽培が盛んである。徳島県道12号鳴門池田線が、東西に通じ、その北側に、同線のバイパスが通じている。また、同線南側には、並行して、JR 鳴門線が通り、JR 川親駅がある。大谷から、北方の星越峠を経て北七町区敷へ、徳島県道228号大谷区敷線が、 通りにの憲本阿弥陀村ン大号図が、県文化財に、大谷の東南近くにある、森崎貝塚が、県史跡、大谷焼の遺書を書いたおさめ、たやこ記録が、市文化財に、大谷焼闘争とされている万七の墓及び、半ンマートが、市史,史跡にそれぞれ指定されている。江戸期から、町村制の施行された、明治二十二年にかけては、万道軍及び、 伊丹郡の村であった。漢文4年より、伊丹郡に属す。明治22年に、同郡堀江村の大技となった。昭和28年4月より、堀江町の大技となる。昭和34年4月に、坂東町と堀江町が合併し、大麻町が誕生し、同町の大技となる。昭和42年に大麻町が、鳴門市に編入され、現在の鳴門市の大技となる。 阿波大屋駅、ありがとうございます。